はい、とっとと運んできなさい。お、重いっす。もうダメ。おいこらあ、すいませんでした。悪気があったわけではなくて。まあやっちゃったことはしょうがない。あれ、グラス1個500円。お前が割ったのは12個。よって6000円。給料から天引きな。なんだ、不満でもあるのか？いや、不満というか。元はといえば、グラスを割ってしまったお前が悪いんだぞ。うん、わかりました。ブラックバイトあるある。バイトが何か壊したら、全額弁償。給料から天引き。もちろん主は法律の専門家ではないのであれですが。やはりこういった問題は現実にも多いようね。ネットで検索すればめっちゃ出てくる。ある弁護士さんの回答によると。もちろん、バイト側も 100% 弁償する必要はない、ということではないようですが、給料からの天引きは現金。一部、もしくは全額の弁償となる可能性は、状況にもよるようです。詳しく話すと長くなっちゃうので、参照したサイトの URL を説明欄に貼っておきます。興味を持った方はぜひ、まあ、初めてとかじゃなくて頻繁に割るとかならまだしも。一回割っちゃっただけでめちめち嫌み言ってきたり、弁償しろという店長。そういうとこでは働きたくないわな。ちなみに主も高校時代、飲食店でバイトしてましたが。お、どんな店長だった？めっちゃいい人。食器を割るどころか一度、お米を炊くときに、お水の量をちょっと間違えちゃって。あらら。結構な量のお米をダメにしちゃったことがあったんだけど。その時店長は？主が謝ったら、大丈夫。次から急がないでちゃんとお水の量測ってくれればいいよ。って笑顔で言ってくれたぜ。おお、優しい。それではお次。この年末年始の忙しい時期に、バイト入れないの？すいません。家族で祖父の家に行く予定がございまして。困るんだよね。こっちだってさ、人手不足だし。いや、でも私の知らない間にシフトが入ってて。でもさ、バイト始める前からわかるでしょうよ。この業界、年末年始は一番の稼ぎ時なんだからさ。すいません。ブラックバイトあるある。シフトを勝手に決められ、出れないと言うと、めっちゃ嫌な顔される。マジでこっちの都合も考えろや。はい、本日もお疲れさん。お疲れ様でした。豊姫ちゃんは今日何時入りだっけ？午後1時から午後10時までなので、9時間勤務で書いてあります。タイムカード、出勤カードが手書きのとこも結構ある。オッケー、ちなみに夜ご飯食べた？あ、軽くおにぎりだけ。じゃあ勤務8時間、休憩1時間ね。え、休憩って言っても、ほんの5分ぐらいだったんですが。いやいや、そんなん関係ないよ。勤務時間が8時間以上の場合、1時間は休憩してもらわないと。え？だから、労働基準法で8時間以上の勤務には、少なくとも1時間の休憩を与えなきゃいけないのよ。なるほど。でも実際は5分しか休んでないわけで。いや、別に休んでもいいのよ。あなた次第。でも先輩が早く来いって言ってくるから。まあ忙しい時もあるし、しょうがないわね。そんな。ブラックバイトあるある。休憩1時間分の給料は引かれるが、まず1時間しっかり休憩できることなんてない。あんまりだはい、ということでブラックバイトあるあるやってみましたが、皆様は経験ありますか？もしこれっておかしくないか？と思ったら、いろいろと調べてみましょう。今の世の中、ネットで検索すれば実際の弁護士さんの回答だったり、簡単に有益な情報がゲットできます。もちろん虚偽の情報もあるので、何でもかんでも鵜呑みにするのは良くないですが、ブラックな環境で嫌な思いしてまで働き続けるのは、心身ともにもたないと思います。いろいろとブラックバイトの相談先等もあるようです。一人で抱え込むのが一番辛いですもんね。そうだね。それでは本日は、この辺で。また次の動画でお会いしましょう。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。